明日のファイナル進出ベスト6入りへの熱戦、2つ目の準優勝戦が発走されています。続いては第11レースです。出場選手は1号艇仏島誠、2号艇茅原裕樹、3号艇新田裕志、4号艇秋山直之、5号艇藤岡俊介、6号艇武田光文、以上の6選手です。待機行動は枠なりに進んでいます。さあまずはうちの方、定海が誇るヤングパワーがうちの方を埋めていきそうですが、1人目1番仏島誠が陰線です。さらに定番通りに2番の茅原裕樹、早指し一戦捉えるかという競争は2コースです。3コースへは3番の新田裕志となっていきそうです。膠着状態の待機行動、4コースの位置には今節対岸には横断幕ダブルで上がっております4番の秋山直之、うちの方にプレッシャーを与えて今ダッシュをつけていきました。あとは5コースに5番の藤岡俊介で、サイアート6コース、昨日は追い込まれたポイント争い、神経研ぎ澄ましてのまくり出しが決まっておりました。6番武田光文と収まっております。並びが枠なり、体型3対3の2つ目の準優11レースです。新入員から123ダッシュが456です。スタートが切られました。さあ5番の藤岡外の方ではいいスタート、しかし内で1番の仏島も気合を見せまして、さあ1番の仏島が逃走体勢築いていきました。スタートは前提正常。さあ茅原に行ったこの仏島の相手候補は1マークもつれ合ってしまいました。さあそんな展開をただいま2番争いですが、まくり出しを狙った外枠勢とアウト運んだ4番秋山で競っています。6番武田が小回り、4番秋山の差し、そして握って5番の藤岡、さあ優質争いのこの2番と争い、4号艇秋山か、外から5番の藤岡か、競り合いの弾みからは4番秋山一歩前出ました。さあ後方5、6番手は3番に行った最後方2番の茅原です。先頭ターン1番仏島、その後4番秋山旋回、そして5番の藤岡ですが、後方から小さく運んできた武田をアウトかわすのが精一杯。4番秋山大きくリード、上位体制は1番仏島、4番秋山、5番藤岡です。その他後方6番の武田、そして水が空いて3番に行ったに2番の茅原です。先頭から1号艇、4号艇、5号艇とホームへ折り返してまいりました。これより最終周回に入っていきます。さあ6号艇の武田が4番手ポジションから5号艇藤岡の内を通っております、差しに構えておりまして差を縮めてきております。前の2人は群馬支部の2人、そして4番の秋山はこれは2番手とつけておりまして、その後ろでは6番の武田を5番の藤岡がついていきまして、3番手かろうじて優勢を保っております。ただただ2停身で6番の武田がアウトから追走の最終コーナーです。先頭はイン逃走へ1番の仏島誠、その後4番の秋山、そして3番手は5号艇藤岡、回った内をここでも指してくる6番の武田ですが、武田来るか来るかという競り合いです。ゴール順は1番仏島、4番秋山、6番武田です。後方は5番。3番、2番が五輪。以上第11レース準優勝戦2つ目でした。